はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は酎ハイですね。タカラの樽熟成焼酎ハイボールプレーン味。こちら以前飲んだんですが、こちらのね、マークがね、レジェンドってなってる時は飲んだんですけど、これからね、変更になってですね、レジェンドという名前が変更になってタカラになったんですね、ここのマークが。はい。ただ、ほぼ変わってはいないと思うんですけど、まあ、もともと前はね、レジェンドを使ってた、焼酎のレジェンドをね、使ってたんですけど。まあ、それがね、どう変わったかなと。まあ、変わってないとは思うんですけど。まあ、一応。樽貯蔵熟成酒 20% 使用。プリン体0、糖質0、甘味料0、アルコール度数 7%。琥珀色の樽熟成焼酎、酎ハイ。樽貯蔵熟成酒 20% 使用。過去本製品に含まれる焼酎に対する使用比率。樽熟成焼酎をベースに強炭酸で仕上げた深いコクと爽快な喉越しの酎ハイです。原材料が焼酎とカラメル色素。すごい。これしか入ってない。2種類しか入ってないですね。宝酒造ですね。製造者は宝酒造株式会社。原材料、焼酎とカラメル色素しか入ってない。すごいな。恐ろしいです。もうなんか、恐ろしさゆえ、こんなに、原材料少ない、ね、酎ハイって見たことねえな。これはめちゃくちゃ、確か俺5つ星つけたんですけど、うますぎて。うますぎて、うますぎて。今日のつまみは梅しわ。村岡の梅しわがね、安く売ってたんで、買っちゃいました。これ美味しいんですけどね。完璧。ああ。変わってないかな。ああ。焼酎っていうより、若干ウイスキーっぽいんですよね。うん。ただ、ほんのりこの甘さと。うん。酒造と。うめえ、やっぱり。うめえ、マジで。うめえ。ああ、うまいな。ああ、うまい。これ、レモン味じゃないから、プレーン味だからね。プレーン味だからこそ、この、うまさが。このダイレクトに、この、これ以前の焼酎ハイボールドライがこの味だったんですけどね。今はもうまずくなっちゃったんだけど。焼酎ハイボールドライと劣化してからは、これだな、やっぱな。焼酎ハイボールドライに変わるのはこれですね。うん。深いコクと食事に合うスキードした味わいを合わせ持つ、強炭酸で切れ味爽快な、樽熟成焼酎ベースのハイボール。うまさの決め手である樽熟成焼酎を大きく打ち出し、伝統と信頼の宝マークを樽にあしらった、品質感のあるデザイン。ちなみにこれの、アルコール度数高めの濃いめってやつも出てるみたいですね。あと、レモン味も出てますね。うん。うめえ。樽熟成焼酎ならではの深いコクと、食事に合うスッキリ、これ同じこと書いてある。
あの、ウイスキーのような、あの、ウイスキーをハイボールにした時の、ほんのり甘いような。で、それでいて、ウイスキーとか、甘くない。うん。そこは焼酎の、ゆえんでしょうかね。ウイスキーのハイボールって結構甘いんですよ。でも、全然、香りみたいなのは甘い香りが、味みたいなのは、一切、ほぼないっていう。そこがウイスキーのハイボールと全然違うところでしょうかね。うん。これはうまいですね。もううまいよ。もう通り越したレベル。うん。うめえ。レモン味とかじゃない。プレーンだからこそ、この。タルで熟成したこの熟成香が、ものすごい出てますね。やっぱうめえな。ああ、そしてこの、ぐいぐい飲める、癖のないこの味わい。だって焼酎とカラメル色素しか入ってねえんだから。すごいよね。もう酸味料とかさ、香料とか一切無添加の。まさに樽で熟成した焼酎のこの味わいを。最大限に活かした。ああ、うめえな。やっぱこの、焼酎独特のこの甘みね。これがたまんねえよ。このさ。まあ、いわゆる宝の、宝のレジェンドとかで、ハイボール作ったような、まさにそのまんまの味。うん。これはあれだな。ああ、うめえわ。やっぱ焼き鳥とかね。ああいうのと合わせて飲みたいっすね。うん、うん、梅しばもうまい。やっぱり買い替え梅は梅しばに限るよね。
ぶはー。最近食後に、運動して、風呂入る前に、運動して、プロテインを飲むんだけど、プロテインが結構腹いっぱいになるんだよな。マジで。すでにお腹が結構、パンパンだぜ。これはうまいっすね。これは間違いなく。3、2、3、5。ご視聴ありがとうございました。